ザグロス山脈とアラビアユーラシア両プレートの位置関係ペルシャ湾の北を北西に伸びるザグロス山脈ザグロス山脈ザグロス山脈はイラン高原の南西の山脈。イランの南西部からイラク、トルコそれぞれの国境線となる。最高峰はザルド山。地名の語源、由来は明らかではなく古代ギリシア人の名前、ペルシア語で名番を意味する。 雑地と、粘土、土地を意味する、ロストが点火したとする説がある。ザグロス山脈は、トルコの国境地帯から、ガズビン・ハマダーン・ケルマーンシャーを結ぶ西北ザグロス、ケルマーンシャーからバンダレ・アッパース・ホルムズに至る競技の、ザグロス山脈に分けられ、時には、イランとパキスタンの国境方面に伸びる、マクラーン山脈が、ザグロス山脈の一部に含まれることもある。ザグロス山脈には、 規模の大きい渓谷、盆地が多く含まれている。山脈の北斜面を縫って走るシーラーズからハマダーグを結ぶ幹線道路が建設され、中央部をトランスイラン鉄道が横断している。ザグロス山脈はメソポタミア平野の東の境界となる終極山脈でペルシア湾から吹きつける高温多湿の空気を遮っている。ザグロス山脈の地質は白秋から第三期の 堆積岩が主である。イラン中部から南部にかけての地域には、海抜3000メートル超のミネがいくつか存在するが、東南に移ると高度は大きく低下し、海抜1500メートル以下になる。山中には、塩湖が多く存在し、山麓には、油田、穀草地帯が広がっている。北西部では小麦、大麦、タバコ、綿花、果実、南東部では、夏目やしが栽培される。 ザグロス山系に属する地域は1月に気温の低い日が続き、8月に最も気温が高くなる。高雨に恵まれたシーラーズから西北の地域では農耕と低重生活を営むことができ、東南部にも雨水を利用した農業を営むことができる地域が点在する。北部は比較的降水量が多く、高地には万年雪も見られる。雪解け水が流れる渓谷。 ザグロス山脈東部からペルシア湾に注ぐカールーン川などの河川は周辺の地域で行われる農業に利用されている。南部に進むと降水量は減少し河川の長さは短くなる。降水に恵まれ一年の中で寒暖の差が存在するザグロス山脈の北西端には森林、牧草地が広がり沖積層が点在する。工作が可能な地域では主に特定の村落での 定住生活、繁遊牧生活が営まれ、人間が近づきがたい渓谷の高地は、豊かな牧草地が広がっているため、遊牧民によって利用されてきた。南のデズ川周辺では、霧だった岩が露出しており、工作に適した土地は少ないため、わずかに点在する小村落で牧畜が営まれる。デズ川からさらに南のカールーン川流域では、高地には森林や牧草地、 低地には、お奇層、渓谷の底には、草が繁茂する。カールン川流域では、低住生活、繁有牧生活、遺木など異なる形態の生活が営まれ、湿潤な地域では、米作も、可能になっている。降水量が、少ない最南端の地域では、カナートが発達し、大麦、ミレット、ナツメヤシが栽培されている。ザグロス山脈からは、武器、バグ、 ソーシング、容気、彩気などのルリスターン製銅器が出土している。山脈内には古代オリエントを統一したアケメネス町の首都ペルセポリスの遺跡がある。古代ペルシアでは山脈の中央を通過するペルセポリスからエクバタナに至る道路が利用されていた。14世紀の旅行家イブンバ・バトゥータは大旅行記の中でホルムズからザグロス山脈を越えて シーラーズに向かったことを述べている。ありがとうございます。